はい、お疲れです。昨日のオールトゲザーの感想もろもろ第2弾ですね。はい、ちょっと残りの試合また喋っていきます。はい、でこれさっきの1本目の動画でも喋ったんですけども、これ伊勢の三重県のとあるホテルの、この足湯の場所、はい、この足湯浸かりながら今喋ってます。はい、ここね割と雰囲気いいんですよ。で誰も人が未だにいないんでね。はい、なんでちょっとこっからまた引き続きお届けしようかなと思います。はい、では第6試合の石井智弘 VS 正木民也のとりあえず4校対決およびガチムチゴツゴツ安心安全の味ゴツゴツ最強選手決定戦。はい、この試合の感想っすね。はい、まずこの試合の感想は、まあもう北宮石井はもういいよ、もうこれで最後にしてくれ。はい、まあこんな感じですかね。はい、もうこれで3回目なんですよね。もうさすがにいくら安定のね吉野家みたいなね、いくら美味しい牛丼でもさすがにね、こんだけ連チャンで食べさせられたら、いくら美味しい吉野家の牛丼の味といってももうちょっとさすがにお腹いっぱいですよと。うん、まあそんな感じですかね。ちょっと何言ってるか分かんなかったらごめんなさいなんですけども、はい、とりあえずいくら美味しいもんでもさすがにね毎回提供されたらちょっとさすがに飽きは来るよねっていう、そんな感じですね。はい、で試合は結局これ正木民也が勝ったんですよね。最後斉藤スープレックス、いわゆるバックドロップですね。はい、でまあ内容はまあぶっちゃけ今までこうやってきた正木民也対石井のまあ再放送っていう風な感じですかね。うん、でこの再放送があって、でも今回の結末は北宮が勝つっていう、そういう結末でしたね。はい、まあ悪くはなかったですけどもね。うん、まあとりあえずもう宮北カードなんで、まあ本当にもう再放送見てるっていう、うん、そんな感じです。はい、まあ可もなく不可もなくぐらいっていう感じですかね。うん、ただ僕がやっぱり見た感じ、この石井対正木民也一番盛り上がったのはね、やっぱり初戦だったかなっていう、初戦の1月のノアの日本武道館、これがやっぱ一番良かったかなっていう、まあ初対決だったんでね。うん、だからまあそれ以降ちょっとやりすぎちゃって、もう本当に再放送感が強くなっちゃってなっちゃったかなっていう、そういう印象です。はい、うん、まあそんなとこですかね。とりあえず石井選手はもう北宮とやったんで、次はいい加減杉浦とやってほしいな。はい、そんなところ思いました。はい、であとこの試合って僕もしかしたらこれ正木民也がまた負けて、うん、なんかこの正木民也対石井今年の年末とかなんかその辺になんかまたもう一回やってくるみたいな、で3度目の正直ならぬ4度目の正直でやっと正木民也が勝つっていう、なんかそれぐらいも覚悟してたんで、とりあえずこの正木民也対石井はここで一旦終了。はい、そんな感じです。以上です。はい、で次の第7がロスインゴ5人と GLG とウォードックスが合体した10人タッグなんですけども、これの感想も特にありません。で次のセミファイナルのゲイブ、フィンレイ、傭兵と剣豪清宮アレハンドロ、はい、まずこの試合の感想はとりあえずオールレベリオン、いやなんかやっぱダサいな、ダサいなっていう、うん、なんかそんな感じを思いましたかね。はい、で試合は特に印象はないですかね。はい、あ、唯一言うとすればアレハンドロが最後ゲイブのパイルドライバーを4連発ぐらい食らって素晴らしいジョバーっぷりを発揮したっていう、まあそこに尽きるかなっていう、そんな感じですかね。はい、で試合後はゲイブと清宮が安定の乱闘劇場があって、まあ今日の横浜大会につながるっていう、そういう感じですね。はい、でこれよくよく考えたら、これノアチームってこのね前日は札幌にで試合して、で今日翌日になったら横浜で試合あるんでね、だから昨日札幌が終わって札幌で一泊して、多分今日の午前中の本当朝一で東京に戻って横浜で試合なんでね、結構移動的にパツパツだなっていう、まあそんなの思ったんで、ちょっとねノアチームは今回スケジュール的にちょっと大変だったなっていう、そんなのは思いましたね。はい、まあそんなとこですね。はい、以上です。はい、で最後にメインイベント内藤哲也対ジェイクリー、はい、この試合の感想なんですけども、まあ内藤選手がまあ勝つのはまあ当然だとして、結局この内藤対ジェイクリー、
なんか僕が最初から思ってた通りの、結局あまり噛み合わない。結局、ジェイクも内藤も、お互い光ることなく、二人とも得をしなかった。まあそんなとこですかね。結局、このジェイク、内藤、今の新日本のトップとノアのトップ、この二人が、今この状況、このコンディション下で戦っても、あまり得をしなかった。まあこれに尽きるかなって感じですかね。やっぱ試合もね、やっぱり今のコンディションが悪化してる内藤選手と、あとはジェイク・リーのこのスタイル。ジェイクのスタイルってね、ハイスピードタイプじゃなくて、ゆっくりな、割とスローテンポなタイプなんで、だから、これ昔のキレッキレの内藤哲也だったら、このジェイクのスローなテンポと逆にもう少し噛み合うのかなって思っちゃったりするんですけど、今内藤選手もコンディションが悪化して、正直内藤選手も今試合のテンポってスロー寄りになってるんですよね。だから今まではこの内藤の、得意な緩急っすね。内藤選手はゆっくりなところがゆっくりなんだけども、でもここぞという時の畳みかけるスピードがすごく速くて、内藤選手の魅力の一個でこの緩急がね、コンディションが良好の時は、この緩急がね、結構際立ってたんですけども、今、内藤選手のね、このコンディション的に、内藤選手の大きい魅力であった、この緩急っていうのがね、ちょっとかなり薄れてきてるんで、だから、結局、スローな内藤選手と、スローなジェイク・リーのリズムで進んで、で、結局、まあ、こんなもんか、みたいな、まあ、そんな感じで終わったっていうところですかね、はい。はい。で、まあ、この試合を見て、さらに思ったことは、まあ、ジェイク側なんですけども、まあ別にこれ、別に今回のこの試合、ジェイクが悪かったとか別にそういうあれじゃないですよ。ただ、この内藤ジェイクを見て思ったんですけども、まあジェイクがもし仮に G1 に出たとしても、これってメリットがないような気しかしないっていう。ちょっとそんなのは思ったんですかね。これ今ジェイクって、ね、G1 のなんかゲスト枠として、水面下で結構待望視されてると思うんですけども、やっぱりね、この試合を見て改めて思いましたね。ジェイクが G1 に出ても、誰も得しないんじゃないのかっていう。唯一得があるとすれば、G1 の参加メンバー発表でジェイク・リーという名前が出て、ちょっとそこでインパクトが出る。で、開幕戦のカード、まあ、開幕戦の試合あたりまでは、ちょっとワクワクする。でも、それ以降から、なんか、結局、あんまりそんなに印象が出ないような内容で、結局、ジェイクが出ても、あんまり爪痕残せなかったなっていう、そういう感じになりそうな絵しか浮かんでこないって感じなんですよね。だから、ジェイクが出ても、盛り上がるのは最初の入場選手発表の時だけで、それ以降はね、結局ジェイクは爪痕を残せず終わるっていう、そういう絵が浮かんでくるんで、下手にジェイクを出しちゃうと、この今まであったこのジェイク幻想、このジェイク幻想の崩壊を生むリスクがあるので、ジェイクはね、 G1 に出ない方がいい。僕はこういう見解にやっぱり落ち着きましたね。はい。ジェイクが出てもね、やっぱり今ジェイクのこのスタイルとこの新日本のスタイル、なかなか噛み合うのがね、結構なかなか難しいかなっていう。で、なおかつ G1 も前半の試合とかになると、だいたい15分、長くても15分以下ぐらいの枠っていうのがだいたいこの試合の構成で決まってるんですよ。で、いい例として早田選手がスーパージュニアに出ました。でも結局早田選手ってその試合で使える時間が結構短くて、あんまり印象残んなかったんですよ。まあこれスーパージュニアに関しては全10試合だから、かなり使える時間の枠が小さいっていう、それもあったんですけど、だからね、僕はね、早田選手が結局この試合時間に使える影響とかなんか諸々で、最終戦のデスペラード戦以外はほとんど印象に残らなかった。こういう結果をね、早田選手で見てきたばっかりなんで、下手したらジェイクも出ても、なんか早田選手と同じようにインパクト出たのが最初だけ、なんかこれで終わりそうかなっていう感じがしたんで、だからジェイクはね、今年は出ない方がいい。はい。まあ結果的にそういうとこって感じですかね。はい。
はい、まあそんなところもろもろ思った、まあ今回の、内藤対ジェイクっていう感じですかね。はい、で観衆が2100何人とかでしたっけ。まあなんか会場のこの映像とか見てても、まあ結構ね席がガラガラしてたんでね、まあこれが今のこのオールトゥギャザーっていうもんの、まあ現状かなっていう感じですかね。はい、まあ多分今日の2日目の札幌の方が、多分数字的に入るんじゃないのかなっていう感じはしますかね。はい、うん、まあこれが今のオールトゥギャザーのまあ現状かなっていう、うん、そして内藤対ジェイクっていうもののちょっと今のこの期待値の低さみたいな、そんなのは思ったっすかね。この内藤ジェイクもね、盛り上がったのはやっぱ一番のピークはジェイクが後楽園に乱入した時、あれが一番のピークで、そっからね結局内藤ジェイクってちょくちょく絡んでもあまりそこまで期待値が湧かなかった。まあそれが数字にもちょっと反映したかなっていう、そんなのは思ったっすかね。はい、まあそんなとこっすね。はい、以上です。はい、まあというわけでまあいろいろ喋りましたけれども、まあ30分ぐらい喋ってましたけども、結局誰も人来なかったんで、はい、まあ今日はこの三重県の、ちょっと雰囲気とともにお届けさせていただきました。はい、で私はこの後三重県営サンアリーナに移動して、水木奈々さんのライブに行ってまいります。はい、ちょっと極上の空間を2日連チャンで、堪能させていただきたいと思います。はい、はい、まあてな感じでいろいろ喋りましたけども、結局今回何言いたかったっていうと、ぶっちゃけ今回のオールトゥギャザーの内藤対ジェイクよりも今日この後発表される G1 の出場選手発表、ぶっちゃけこれの方が楽しみなんだよね、いろんな意味で。ってこと。